ずっと好きでした。付き合ってください。え、お願いします。え、今？うん、俺体育祭で告白するって前から決めてたんだ。体育祭で？うん、ずっと決めてたんだ。体育祭だから勇気出して言う。ずっと好きでした。付き合ってください。予行練習やで。これ予行練習やで。本番とちゃうで。前日のリハーサルみたいなやつやで。投資でやる。予行練習中に告白聞いたことないで。お願いします。付き合ってください。ごめんなさい。フルで。予行で告白するようなやつフルで。まあそもそもタイプじゃないからやけど。タイプやったらフラんけど。でもこいつ何を間違えてるで。こういうとこも含めてフルで。そんなくそー。めっちゃ落ち込んでるで。あの理由聞かせてくれないかな。あの友達としては楽しいんだけど付き合いたいとは思えなくて。そっか。俺でも諦めないから。君に振り向いてもらえるように努力するから。君にふさわしい男になれたらその時は付き合ってください。あ、まあそうなれたら考えとく。よかった。じゃあ明日の体育祭よろしくね。よろしく。次の日。え、何こんなところに呼び出して。あのずっと好きでした。付き合ってください。え、何？お願いします。え、どういうこと？昨日もされたで。昨日の予行練習でもされたで。なんで連日告白してる？俺体育祭で告白するって前から決めてたんだ。あ、昨日してたで。体育祭の予行練習でしてたで。え、どういうこと？体育祭の本番でするから予行の時もちゃんと予行としてしとかなあかんで。予行の中に告白も入れ込んだ。あかんで。告白は本番のみしかあかんで。それで昨日もしてた。ずっと決めてたんだ。体育祭だから勇気出して言う。ずっと好きでした。付き合ってください。同じ告白してくるで。こいつ予行と全く同じ告白してくるで。お願いします。付き合ってください。ごめんなさい。フルで。予行通りフルで。そりゃ、え、もしかして振られるって分かっててそれで吐きた？どういうつもり？意味わからんで。そんなくそー。落ち込むで。予行通り落ち込むで。練習の時と同じ熱量で落ち込んでるで。すごいね。すごいね。こいつ、あの理由聞かせてくれないかな。言ったで。予行でも言ったで。友達としては楽しいんだけど。え、ほら君の番だよ。友達としては楽しいんだけど。教えてくるで。こいつ私がセリフ飛んでると思って教えてくるで。いや、予行ってそんな完璧にやるもんじゃないのよ。一言一句やるもんじゃないのよ。間違えてるで。ほら言って。友達としては楽しいんだけど付き合いたいとは思えなくて。どういうつもり？どういうつもりで振られた理由言ってる？悲しくならへんのかな？意味わからんで。友達としては楽しいんだけど付き合いたいとは思えなくて。そっか。俺でも諦めないから。俺君に振り向いてもらえるように努力するから。だから君にふさわしい男になれたらその時は。スタサイド先輩、私応援団で練習してる先輩の姿見ててとても好きでした。常駅での活躍する姿すごかったです。好きです。私と付き合ってください。付き合ってください。やった。スタ。え、なんか起きたね。今嵐のように早口告白後輩女に告白されたね。なんか付き合うことになってたね。今付き合ってくださいって返して待ってたね。お幸せにやで。大きな栗のチャンネル登録者、チャンネル登録してるやつとチャンネル登録してない人、仲良く遊びましょう。大きなチャンネルのチャンネル登録者。